おはようございます。ご苦労さん。おはよう。おはようございます。いやー、久々の外に飛び出してな。まあ、前回デスティを来てくれたよ。クラスのちょっと大物ゲスト呼んでるよ。ですよ。でもやっぱりクッキー YouTube がぶわっと縦に揺れたからな。次は横に揺らすですよ。横ですよ。もう釣れるよ。すいません、後藤ちゃん。いや、後藤ちゃんやないよ、ね、頼むで。誰と比べてんすか。いやいや、いいよ。いや、全然いいんですけどね。ですよもすごいけど、見てるから俺この YouTube。 聞いた、うん、はい。だから読んだよ。あ、後藤呼べんにゃって。あ、見てる、じゃあいけるっていう。俺多分ほんま、うん、定期的に見てる YouTube は多分このチャンネルですよ。いや、マジで、はい、すげえな、はい、売れ。 C は言おうよ。え、ピコ。え、ピコ。 C じゃない、ピコ。売れピコの、売れピコやった。売れピコの売れだけ。じゃあ言った方がいいよ。分かれへん。いや、もう癖出てるで。ああ、そう、もうなんか仕事になってるわ。もういかにあの堕落してやるのかがこれやから。もうあのごっちゃんがね、どうですかっつってね、言ってくれたとこに、ブーツ久しぶりに欲しいんですよねみたいな話をしてて、そうね、でもごっちゃん前に来たことあるんやろ、ここ。あります、うんうん、はい、ウエスコさんです。ウエスコさん、すげえ。いや、もうブーツといえばウエスコさん。いや、それもやっぱどでかいよね。いや、俺10年ぐらい前に来てんすよ。もう10年前にもうウエスコ買うてんの。買いました俺。いや、ほんまにバイク乗ってた時に、うん、新しいバイクも買うっていう時に、うん、じゃあブーツも新調しようっていうことで、うお、ウエスコ買いに来たんですよ。バイク買うってブーツ買うた、はい、えぐいな、お前散財やな。散らかす、財を散らかすやん。もう散財。もう買うやん、それ。もうこうやってずっと、こうやってずっと、お前ずっと、いや、ここは突っ込もうよ。違う普段このスタッフどうしてんの。いや、マジでこんなん始まったらずっとしらけとんの。地獄や。あ、こんにちは。あ、どうもこんにちは。お願いします。うわ、すいません、お願いします。うわ、かっこいい。いや、いいな、この匂いね。うん、僕、はい、以前来させてもらってるんですよ。ありがとうございます、はい、で、作ったやつこれなんです。はい、あ、マジで、はい、うわ、で、その時に買って、はい、かなりきつかったんですよ。で、きつくて、ほんま本来伸ばさなあかんところを、はい、もうほんまにカチカチにきつかったから、はい、ずっと置いてたんですよ。ほいで、もう一回履こうと思っても、はい、あの、なかなか履きにくいから、はい、ストレッチャー買って伸ばして、はい、で、中敷き取って、今やっと。ああ、そんなきつきず？はい。なんか湿気とかで縮んだりしますの？多少はやっぱありますね。あ、そうなんじゃない？多分そんなんでしょうね。多分保管状態が悪かったとか、うん、もう一回、ほら、もう一回作り直すってこと？もう一回作り直し、ほんで色も変えたいんですよ。ああ、はい、白とかもあるんですよね、場所によっては。え、内張り用だったらあるんですよ。内張りなんや。外にはいけない。そうなんです、中に貼る用で、こういう感じ。それやりたいんです。これはできます。革の種類もこんだけあるので全部オーダーできるんですよね。そうです、各パーツごとに指定できるんですよ。うわ、これめちゃめちゃセンス問われるやん。これソールもこれな、ソールも選べます。はい、ビブラムとかですか。はい、あの壁にまずかかってるのは基本的なソールで、あ、これがね、フラットなソール。うん、いや、僕単車のねシフトが短いんですよ。はい、だから足つ、ね、突っ込みにくいんですよ。はいはい、あんまゴツゴツしないね。だからそしたらなるべく薄手のソールの方がいいんですよ ね。はい、これええな。ソールってもうワンランク薄くできないんですか、かかとは。ヒールの高さも変えられます。あ、まあ、はい、それがいいわ。あ、そうなんですか。はい、まあ、まあ、5ミリやつ3枚入れてるんですけど、それを2枚にするとか、うん、1枚にするとか。僕は、へえ、あ、ほんまや。お前でもこう履いてなかったもん、この。履いてました。なあ、めっちゃ履いてた、レッドウィングね。そうや、あ、せやせやせや、レッドウィングやな。はい、うん、
レッドウィングで入ってたな、懐かしい。あれもうどっか行った。あれもうどっか行きました。もう吐き潰しましたね。あすごいね。でもめっちゃ履いてるイメージあるわ。どうします？いや悩んで、どう何や、変えてんか。寂しいよ。帰りたいみたいな。今来たどこやん。いやこれだからここ先っちょ短いやつあるやん、はい、これここ過去も長いバージョンがあるな、これ、はい、これ悩むよね、これも3種類あるんですよ、形が。これ一番短いタイプで、うん、でこれ逆にもっと離れてて、フィット感でいうとこれが一番出ます。逆にこっちはゆったりした履き足、はい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 、でバイクの操作もこっちの方がいいかもしれないです。間との一番俺はないと思うね。もう俺は極端にどっちか行くタイプやと思うね。まあ確かにね、芸風から言ってもね、そう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 、死ぬか生きるかしかないから俺、デッドアライブマジ渋ないハンドガン持ってきたかった。ダッサいわ、ここにハンドガン突きつけながらデッドアライブってかっこいい。まあでも俺こっち行こうかな。あれ これで、はい、このなこれなんていうんですか、このジャバジャバ、はいはい、これつけれるんですか。もちろんつける。全部ついてくるんで、あとはそういうことね。そこに紐を通すか通さないか、うん、あなるほどなるほど、好みだけでことか。部品としてはもうついてんですね。これ何用なんですか、これ装飾ですか。ただこれつけることで砂とか水を飲みにくくするとか、ワーク用なんですね。そうなんです。めちゃめちゃかっこいいですね、テリッテリ。ありがとうございます。これマスターのやつ。そうですね。黒のレザーも3種類あって、通常の黒とツヤのある黒と、片押しをしてしぼ革みたいになってるものがあるんで、でこれこの辺の色とか、この辺の色、この辺の色、ステッチから全部選べるんですよね、はい、全部選べる。いや、キリないですよ、これキリないな。これでもかっこええな、めちゃめちゃかっこいいですね。作りましたけど、まあ、その分、はい、いや、これかっこよくない、かっこいい、黒でテルテルになって色いいですね、ねえ、はい、あれ、これステッチの色も変えます、これは緑に変えてるんですよね。あ、緑にしたんですか。緑が日本限定カラーなんで、へー、つけてます、はい、オリンピックもありますしね。関係ないですよ。どういう、なんで返してんの。なんで返したん今。すごい精神力ね。先輩なよ。そうですよね。そう、半年先輩なんですよ。半年だけやけどな。年は1個上ですから、ね、だよな。だから同期やな。逆に同期やな。いや、とりあえず形をこれにしよう。俺これにする。形これがいい。うん。そうしよう、そうしよう。うん、あとは、まあ、竹とか、さっき言ったステッチと金具の色で。竹ね。俺竹でも投げるのでいいかな。投げるのがいい。うわ、でもうわ、これぐらいがいいかな。単車乗るときにどうやねろ。その竹が標準ではあります。この長いのが。はい、あ、これが10インチ。はい、あ、テンホールってことでね、長さでいいかな。あ、テンホールがいいな、じゃあ。ほな、テンにします。これにします。はいはい、うん、レザーカラー決まりそうですか。レザーカラーもうブラックがいいです。ブラックで。これ店長のやつ、見せてもらっていい、これ、はい、ソウルもな、うん、それが一番標準に近いんで、ここにあるね、はい、いや、でもこれ、これがだって、でもウエスコのソウルって感じなんですよ。このビブラムですよね、でもね。そうです、ビブラム社のソウルを使ってます。で、どうやったら、でもやっぱ薄いのに変えようかな。俺薄いのに変えたい。はい、うん、そしたらさっきの430番ってこの薄手のタイプなのか、そう、うんうんうん、バイク乗る方にもおすすめしているそうで、はい、で、ちょっとあのかかと、はい、1枚抜いておいてください。1枚抜きで、はい、分かりました。すごいっすね。なんかとりあえずなんか1枚抜きと2枚抜きをこう履き比べてとか、そんなも一切ないですもんね。あ、するタイプ。多少はね、やっぱり、いやいや、人間の大きさちゃうやろ感出すのやめてください。いや、ほんま買うのめっちゃ早いもん、ルイスも早いのよ。でも遊びたいな、ここら辺とかな、ステッチね、うん、でステッチカラーが、うわ、それは紐のだけ。あ、で選べる部分としてはまずソールのステッチ、うんうん、あ、このソールの、はい、ここ、はい、あ、それ以外にアッパーの今白で使っているこの太いステッチ、うんうん、それから細いステッチっていう3段階ですね、で選べます。うわ、でも全次郎にしようかな。あ、いいんじゃないですかね、全次郎で大丈夫です。はい、わかりました。
くぐらい。あ、そこだけね。これにしよう、これでいいですか。わかりました。かかとの部分を、うん、としたらこのレーザーで、いや、はいや嘘やろいや、何週間も悩むんですよ、みんな何週間もマジでここも茶色のがかっこいいな。ここね、はい、ここ黒入れて茶色ね、はい、ああ、うん、ここ全部一個一個選べるので、ここはここだけ茶色にします。ここもここ、うん、かかととここにね、わかりました、あ、この三角は黒、うん、そう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 、うん、いや、どう基地と出るか京都とかいや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 、バクチにしては高すぎるで黒はこの艶のある黒の方がいいですね。絶対艶が欲しい、うん、もういっちゃんテリテリにどうぞ使ってくださいシャチぐらいテリテリやつ濡れてくんで濡れてくるあとはエッジカラー、ソール側面の色。あ、はい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 、今回ブリティッシュタンが入ってるんで、できるのが茶色仕上げ、濃い茶色か薄い茶色かナチュラル。だいぶ変わってきますよね、色はね。あ、もうこれにしますわ。これでいきます。わかりました。ワックスと呼んで、はい、薄い茶色ワックスで、はい、はい、はい、まとまりました。はい、はい、いやないですね、めっちゃ最速ちゃう多分感覚フィーリングよ、すげえなー悔しいけど、そのフィーリングがええから、まあ、このチャンネル見てるんやけどねそういうことそしたらサイズも見ちゃいましょうか、うん、はいはいはい、はい、では座っていただいて、あ、そうか、一応僕ね、あれなんですよ、はい、足ね、実はめっちゃちっちゃいんですよ。あ、そうなんですか。26.5 で、はいいつも28、なるほど、US やったら10、はい、そんな足ちっちゃいんですか。ちっちゃい、26.5 しかないね。へー、恥ずかしいね。これサンプルですか。サンプルです。あ、はい、店頭のサンプル。これだって靴屋さんにロケ来てさ、やっと履いてるとこ見れんねん普通まず履いてみひん。あ、片足だけでいいですよ。大丈夫そうですか。ええー、の、うん、大体の感じで、なんか多分左足の方が、あ、似合うなぁ、うん、あ、似合う、こういう点、こういう点です。あ、やっぱでかいな、靴がね。ちょい小さいぐらいで十分ごついですけどね。せやね、そうなんよ。だ、靴自体のボリュームあるから、うん、ちょっと下げてもいいかなと思って。これないんですね。あ、すいません、はい。9ってことは、9は7でしたっけ。そうです、7センチ相当です。 あれなんかでもちょうどいいな。あ、でもしかしたらワイズを少し余裕を見て作ると、ええ、紐を締め込んだ時の感覚をもうちょっとこう寄せられる。あ、寄したい、うん。あ、これや、ほら、ちょうどええわ、これがいいですね。うん、これでいきますわ。はい、わかりました。そしたら9で、ワイズ今よりも1段上げておく。お願いします、はい、こうなるってことですよね。そうですね、これビチビチの、はい、そこがね、うん、詰まって2段ぐらい上げた方がいいです。お、マジですか、はい、2段上げようじゃあトゥーナップで、はい、うわ、嬉しい。よし、じゃあ確定、僕それでもう丸確で丸確印なんなん、ほんまにここでタバコ吸えます外で外に用意しありがとうございますよっしゃ、ごっちゃん選ぼうぜ、はい、後藤さん、はいはい、ね、宇宙